センサーの一部が不具合を起こしている。外部モニターカバーの自動洗浄装置が作動していないようだ。ダメだ。おおよそ1時から5時までの方向がまともに映らん。泥を洗浄せねばならないな。あとはやはり右側だが、肘関節と手首をやられている。火山弾の直撃だ。そちらはどうだ？ずいぶんと汚れたもんですな。ええ。ところでご老人、井戸か何かがございましたら、拝借願えませんか？そのまさかだが。バカとはなんだ！そなた私を！井戸もポンプもございますが。それはありがたい。あいにく、電気が来とりませんで。発電機もとうに燃料切れで。ご老人、発電機はどちらに？はい、母屋の裏でございますが。拝借させていただいてよろしいでしょうか？そりゃ構わんですが。タケル、そなたの吹雪から直接電源を取らせてくれ。発電機は母屋の裏だそうだ。配線を直結すればなんとかなろう。頼んだぞ。確か、納屋にホースがあったっけの。ありゃずいぶん長いから、お役に立つかもしれんね。今持って参りますわ。あ、では私も一緒に参ります。丈夫だ。兵隊さん、早く！このお方が私を助けようとして足を柱に挟まれなすった。なんてこった！私なんかのために、とんでもないことに。大丈夫です、ご心配なく。こんな老いぼれに構うから。問題ない。よせ、分解するまでもない。大丈夫だ、外傷はない。今すぐ包帯と薬を。ご老人、危険です。大丈夫ですよって、お待ちください。すまぬ。大丈夫だ。足首を捻挫したときは靴を脱いだらいかんですよ。むくんでもう履けなくなってしまいますからな。大丈夫だ。許すがよい。面倒をかける。本当に。
あなた様のようなお方にこんな怪我させちまって。私は一体どうしたら。兵隊さん、その時はその時ですわ。だから兵隊さんたちもこんな老いぼれに構わず早くお逃げください。したらもう二度とここには戻ってこられませんでしょ。どうなされました？私の息子たちはもうこの世にはおらんのですよ。骨もなんも帰っちゃこんですけどな。軍のお偉いさんが届けてくだすった2枚の紙切れが仏壇に入っとります。頭じゃ分かっとるんですけんど、紙切れだけで息子たちが死んだなんて、心の中じゃ分かりたくないんですよ。あたしゃ息子たちは今でもどこかでお国のために頑張ってんだと信じております。たとえ死んでおったとしても、きっと魂はまだ戦っとるでしょう。この国が平和になるまでは。でもな、いくら魂だけになっちまっても、ふとしたことで帰りたくなるかもしれんでしょう。そん時ここに誰もおらんかったら寂しかろう思ってね。だからあたしゃたとえ死んじまうって言われてもここを離れるつもりはないんです。タケル、少し手を緩めてくれ。ああ、兵隊さん、ダメダメ、もっと緩めんと。タケル、しっかし羨ましいですな。不謹慎ですかの、こんなこと言っちまって。女でも戦争行って戦えるようになったんですな。ただ待つだけでなく、大切なもんを奪われて悲しむだけでなく、こんな大きな機械に乗って自分で戦ってもよくなったんですな。あなた様の前でこんなこと言っちゃなんねえかもしんねえけど、いくらお国のためとはいえ、息子たちが出征すんのを心底喜ぶ親なんていませんわ。こんなこと言っちゃ
と捕まっちまうかもしんねえけどね。まあでも言ってみりゃあね、これが私の戦いですからね。待つことはね、辛いんですわ、やっぱり。けども、私にゃそれしかできませんし、それが私の戦いなら、なんとしても戦い通さにゃねえ。わがままだっちゅうこと、わかっとりますが、息子たちも頑張ったと思うし、おい先短いからね。なおさらですわ。ご老人も戦っていらっしゃるのですね。はい。さて、こんな話しとる場合じゃないですな。危ないですから、早くお逃げくだされ。兵隊さんには、兵隊さんの戦いがあるはずでしょう。こんなところで、老いぼれに付き合って、これ以上危ない目にあっても、馬鹿らしいでしょう。早くお逃げくだされ。私なんかのために、あなた様のようなお方や、兵隊さんが来てくだすったこと、本当に感謝しとります。タケル、そなたの吹雪を貸してくれ。覚悟の上だ。矛盾は承知の上だ。責めるでない。自信の有無の問題ではない。やると言ったらやるんだ。そんなことは言っておらんぞ。やれる。なんだ。タケル？私に考えがある。それが可能かどうか検証したい。何をしている。気が利かぬやつめ。あ、足が痛いんだ。そなたも知っておろう。いちいち口に出すでない。早く私を吹雪まで連れて行け。ニヤニヤするでない。重くても何も言うでないぞ。バカ、黙るでない。タケル、そなたの吹雪の通信機はやはり受信が死んでいるようだな。何度コールしても応答がない。データリンクはどうだ？生きているか？では、この地区の作戦地形を呼び出すがよい。
現在溶岩流は先ほどの大曲谷谷の土砂崩れのおかげで一時的に丹野瀬方面に流れているが、丹野瀬地区に枯渇した川があるのがわかるか。溶岩流をそこに誘導できればいいのだが、それが問題だ。そこさえなんとかなればいいのだがな。地形を利用するにも今現在の正確な地形データがない。待て、私も行く。ペダルの操作だ。別に歩くわけではない。大丈夫だ。大丈夫だ。それより地形はどうなっている？センサー類が不調な上、正面以外ほとんど見えないのでな。そなた、おじけづいたわけではあるまいな。データの更新ができた。ここで何とかしなければ。え？お、重いと言うでない。気にしておらん。バカ、笑うでない。